今年は大雪に見舞われましたが、長い冬を経て、いちごつまりも春を迎えようとしています。そして、夏にはトリエンナーレを開催いたします。それでは、これより大地の芸術祭、いちごつまりアートトリエンナーレ2021企画発表会第2部を開催いたします。最初に、実行委員長よりご挨拶いたします。関口実行委員長、よろしくお願いいたします。はい。皆さんこんにちは、実行委員長を仰せつかっております十日町町の関口でございます。本日は皆さん大変ご多様なところ第一の芸術祭2021の企画発表会にご参加いただきまして本当にありがとうございます。開会にあたりまして一言ご挨拶いたします。越後つまりの活性化、そしてまた地域の魅力を掘り起こして磨いて、そしてそれを世界に発信したいということを目的といたしまして始まった大地の芸術祭でありますが、もう20年を超える歴史を積み重ねてまいったわけであります。この夏いよいよ第8回展が開催されることになりました。この第8回展、大変な状況の中で迎えるわけですけれども、迎えに至りましては、まずは総合プロデューサーであります福武総一郎さん、そして我らが総合ディレクターの北川フラムさん、さらにオフィシャルサポーターのリーダーを務めていただいている高島光栄さんをはじめ、地域住民の皆さん、そして地域内外の我々の活動を本当に支えていただくご協力者の皆さんにですね、大変なご支援とご協力をいただいたわけであります。心より感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。第8回展でありますけれども、コロナウイルスが引き続き世界中に脅威を与えている中での開催となる可能性が非常に高くなっております。しかし我々はこの状況の中でもこの越後つまりの魅力をですねしっかり発信したいと思ってますし、またコロナ禍での発信の仕方に最大限の工夫を凝らし、そして感染対策を十分に取った中でですねこれに向かってまいりたいということで、これまで本当にいろんな話し合い、また皆さんとの協議、努力、努めてまいったところであります。去る3月の6日になりますが、第7回目になります越後つまり雪花火、開催しました。三尺玉がもやの中でですね、こう光のこうなんていうんですか波動だけをですねこう見せてくれるって非常に得難い経験をさせていただきましたけど、本当に素晴らしい光のページェントをですねお届けできた。この越後つまり雪花火もですね、ある意味コロナ対策を地域の医療関係者の皆さんと本当にしっかりと協議する中で、新潟県民限定という形には最後になりましたけれどもお届けすることができたわけであります。そして我々はですねこの雪花火を第8回の大地の芸術祭本祭のですね、一つの試金石としてですねこれを取り上げて、ここにいろんな工夫をするためのですね準備をしてきたと言っても過言ではありません。この8回展におきましてもですね、新型コロナウイルスの時代にふさわしい芸術祭というものをお届けしてまいる覚悟でございますので、ぜひ皆様にもですねそうした観点からもご注目いただければ大変ありがたく思っております。そして今回のこの8回展でありますけれども、文化庁の皆様からはですね引き続きもう最大限のご支援をいただいております。世界文化的フェスティバルとしてですね全国でたった2つしかない
イベントの一つとして採択され助成をいただいております。そして北川ディレクターのご縁をいただく中で、まあ、20年続けた大地の芸術祭よく頑張ったという中でですね、昨年10月には株式会社良品計画様とですね、この越後妻有常松市は地域の活性化の推進を目指す協定を結ばさせていただいております。これも私はですね、これまで芸術祭を続けてきたことの一つの大きな成果であるというふうに思っておりますし、ご理解いただいた良品計画の金井会長をはじめですね、大変お世話になっている皆様にですね、これより感謝を申し上げたいと思います。来年度は特に里山現代美術館能舞台などでですね、今後芸術祭が終わった後もずっと楽しんでいただける質の高い芸術作品、そうしたものを特に準備をしてきております。そして、3年前の芸術祭の直前にオープンしまして、随分ブレイクしたこの清月橋渓谷トンネルにもですね、新たな作品を設置した中で、50日間の芸術祭会期の後もこの地を訪れていただける皆さんのをですね、十分ご満足いただける、そうした作品をですね、しっかりとご用意させていただいております。ぜひそちらの方もですね、ご期待いただきたいというふうに思います。まあ、このコロナ禍での準備、本当に北川さんはじめ皆さんにはですね、大変なご努力をいただいたと心から敬意を表します。この成果がですね、しっかりと出せますように、この努力が報いられてですね、ご来場いただく皆さん、いろんな形があると思います。つまりを訪ねていただける皆さん、もしくはウェブを通じてですね、つまりにおいでいただける皆さん、本当にいろんな形でつまりにアクセスしていただける皆さんの期待にですね、大いに応えられる8回転にしたいというふうに思っておりますので、ぜひご期待をいただきたいというふうに思います。お願いを申し上げまして、私からの開会のご挨拶にします。今日はどうもありがとうございます。関口実行委員長、ありがとうございました。続きまして、2021の見どころなど北川総合ディレクターよりご説明いただきます。合わせて事務局からもご案内をさせていただきます。それでは北川総合ディレクター、よろしくお願いいたします。人間は自然に内包されるという、テーマは変わらず、第8回の大地の芸術祭を行いますが、まあ、これは言ってみれば新しい時代というか、地球環境が激変していく中で、その地球環境をちゃんと整えていく、そういう時代の美術になるというふうことを考えて、やっていきます。会期は7月25日から9月12日までの50日間ですけれども、その後も11月いっぱいまで見れるような形で行いたいというふうに思っています。その他は今までと変わらない布陣でやっていきます。で、この間1996年から準備をして2000年に第1回が行われました。で、このその間かなり地震、そういったものがあって、この人間は自然に内包されているというテーマがまさに今、そういった形での、いろいろな組み替えとか工夫が行われているというふうになっていると思います。で、まあ、いろいろな形で、進展してきました。オーストラリアハウス、中国ハウス、香港ハウスがあるし、
今回はロシアがプーシン美術館で共同企画展をやるというふうな形になっています。この東高町市津南町で始まった第一の芸術祭が世界のいろいろな美術シーンに大きな刺激を与え始めているというのが現況です。とはいえ地域の人口はやっぱり減っていますし、まだ解決できない進行中の問題もまだある。そういう中で芽が出てきたと思っています。でそんな中で今までは作品本位で全部やってきましたが、それは変わらないけれども、それぞれの地域が生きていく、そういった意味での展望を持たせていくと、場所施設を中心に動かすという、そういったものが大きな違いになるかもしれません。で、狙いはもう一度ちゃんと確認してみると、やっぱりそこで多くの人たちがやっぱり食べていけるというふうなことが、まあ、非常にはっきりとした目標になるだろうというふうに思っています。で作品に関して言えば、キナーレ絵本と木の実の美術館、能舞台帯城山、山椒ハウス、そういったものがそれぞれ特色を持ったいろいろな展開をしていくというふうな動きに入るということですね。旧清水小学校沼川キャンパス、京都の倉庫美術館、上郷クラブ座、片栗の宿、行ってみればほとんどが昔学校だった場所になります。で今市長がお話しされたように、大きな展開がキナーレおよび能舞台城山で行われます。現代美術館キナーレは現代美術館としてかなり面白いレベルになってきたと思いますが、オランダのマルチネスが、十日町を中心とした地形図の上に映像を掲げる、目が約1000個の磁石付き、時計の針ですね、で空間を作る。で、フランスのニコラ・ダロですが、これが動いてますかね、人がいるように見えますが、これはみんな仕掛け物ですね。こういった空間ができる、いろいろなタイプの、作品が、まあ、入ってくると。で、後ほどお話しますが、カウコ夫妻の16本のロープが入る、で長光平さんのシリコンの滝で、中谷美智子さんのレリーフ彫刻で、もともとあった5つの作品がその、まあ、場所を変えたりしながら行われると。で、この会期中は10分単位ぐらいになると思いますが、中谷富士子さんの切りがかかるということになります。外壁には浅井雄介さんで、先ほどもお話がありましたが、いろいろな企業が絡んで関わって応援してくれます。これは、オイシックスさんで、まあ、結構人気商品になりましたが、つまりの、作品を使いながらロイヤリティを私たちはいただいているという形での協力があります。で、今回そのキナーレの1階では良品計画さんが、まあ、あのカフェあるいは、物販を含めてまあやるんですが、大きく言うとコミュニティスペースを展開するというふうな形で関わってくださいます。でそういう中でマイバッグデザインの公募が行われる、
こういった昇進も出てくる。で、これはロシアのプーシキン美術館ですが、世界でも現代美術の最も多いコレクションを持っていると言われてますが、そこが企画展で、日本とロシアの関係性、アートの行き来を含めたそういったもので企画展を行うというふうな形になりますね。まあ、今こう左側の案が提案されてきてますが、古典あるいは民族的なものと現代美術が関わるような展覧会になるかもしれません。それで食の展開がありますね。で、その他作品をさっさやっていきますが、絵本と木の実の美術館は田島製造さん、日本で一番愛されている廃校と言われています。で、能舞台城山になりますが、全体をフィールドミュージアムとして、もともとあった地滑りを変えていった棚田を中心に、電波田あるいは食そういったものが展開されて、なおかつアートが点在されているという形で、かなり、大幅に魅力的な場所に変えていこうと思っていますが、その中心施設は能舞台になります。能舞台もリニューアルして現代美術的な世界になりますが、カバコフさんの作品が3つ展開される。プロジェクト宮殿とか自由のアルバムとか一部でお話したようなものですね。自分を変える方法とかが出てくる。で、道山の方一帯ではこれを歩いて動けるように楽しめるような空間にしますが、中心に今度は3作目になりますが、カボコフさんの手を携える塔が作られます。これは頂部が光る。しかもこの光っていうのは、昔の中世の、鐘のように嬉しい時悲しい時そういったことになる、コミュニティの鐘の、まあ、色番っていいますか、そういったものになるかもしれません。この中の方ではカボコさんの、まあ、実際にやっている夢ですけれども、世界の子どもたちをつなげていくプロジェクトというふうなことの展示は行われます。で、城山の頂上にある松台城ですが、これが非常に魅力的な空間になる。イタリアのエステル・ストッカ、2階が豊福亮さんのこれは覗き込む茶室、3階が倉掛純一さんのこれは今度オープンで外を見る茶室という形になります。で、城山全体では、今回は実際に来れないのでできにくいですが、台湾の建築家の関わってもらおうと思ってますが、日本のランドスケープの第一人者高野ランドスケープさんが、まあ、いろいろなワークショップをやりながらこの辺を整備をやる。で、いけばなの8、名人たちがいけばなプロジェクトで関わり、深川資料館通りっていうのは東京現代美術館の門前町みたいなもんですが、そこがかかしで関わるというふうなことになります。で、次ですが、三照ハウスはアーティストと地元サポーターおよびお客さんが出会う場所として、頑張っていく。そういう中の一つが、こういったキャンプをやっていくような活動とか、いろいろな提案が出てきているわけです。で、これは企業ソニーさんが関わってくる展開もある。あと旧清水小学校は日本を代表する現代美術館である川俣さんのアトリエ兼、こう世界中の地域に関わった芸術家のアーカイブ
およびかなりの本の基礎がありまして、おそらく現代美術のライブラリーとしてはもうトップクラスのライブラリーになるだろうというふうに思っています。まあ、これが展開されていきますね。で、沼川キャンパスはいろいろな意味でのワークショップあるいは学習、それも五感を通した学習の拠点になっていくような形になると思いますね。で、教室全体がかなりいろいろな作品が入ってくるという形で展開されます。次が磯部幸久さん記念の京都総合美術館ですが、2021年に参加するアーティストたちのこう作品が一堂で見れるという場所になりますね。で、これがプールでの展開、これはアメリカの、ユニットが参加。で、次は上郷クローブ座ですが、今のところ、うまくいくといいと思いますが、3つの劇団、津南の子どもたちと一緒にある劇団とか、そういったものが関わってくる。で、今回大きく力を入れるのは秋山号です。秋山号は北越雪斐以来非常に日本のある意味で狩猟文化の原型みたいなところですが、ここをかなり手こ入れしていこうというふうな形で、いろいろな作家が参加すると。で、特に大赤沢の文庫ですけれども、これを秋山号っていうものが分かるような形での、学校にしていきたいというふうに思ってまして、今のところ山本浩二さんの作品と、松尾隆弘さんの北越雪斐を見れる、そういった映像の空間を考えています。で、あと、それぞれの今までは施設中心の展開をお話してますが、作品についていきますと、枯れ木又で、赤倉は、ナウイン・ラワン・チャイクルという、まあ、タイのスーパースターですねが、タイのチェンマイと赤倉の交流っていうか、それをテーマにした作品を作ろうと思ってます。で、中条に関しては縄文の名残の作品を、そういったものでやっていくの作品ですね。で、あとは死んだですが、これは古い原野をこの地域全体のいろんな資料が分かるような、楽しい空間に変えようとしています。あとはキナーレのそばですが、織物の、作品で、七和の防災倉庫には、この間ずっとつまりでいろんなことを展開してきた、まさにそのサイトスペックのアーティスト深澤さんが展開する。で、もともとあった関朝の緑の部屋、これもそうですが、伊達のカラムシの部屋は継続して展開します。あと三好の湯は、かなり変わった形、こういうので2つのグループが三好の湯を飾ると。で、あとこの十日町には2つのおつなぎっていう場所があるんで、そこはもはや集落はなくなりましたが、集落がなくなるっていうことはどういうことなのかというふうな形の展示を磯部幸久さんが行います。あと産砂の家で、駅東の日比野小杖さん、日比野勝彦さんの作品も展開する。次、川西です。川西は非常に不思議な空間がありまして、これを東京電機大の岩木さんのグループがこの断層ですね、終局空間を見せる仕掛けを考える。その他、小脇で高倉で、中子グリーン
パークでは前回も行いましたが、いろんな動物たちが集まってくる。タイトルは動物たちのソーシャルディスタンスです。次、中里です。中里はさっきお話があったように、清津のトンネルに新しい空間を、作る、こんな感じになりますね。これは同じ、中国のマーヤンソンさん建築家のグループが関わる。で、これは木地師の里っていうのがこの辺もともとあったわけなので、それを鞍馬と青田山で建築家が、スプーンを作るワークショップを中心に行います。あと海野の小学校がなくなる、この3月でなくなるんですが、そこにやっぱり記念としての作品を準備しています。あと松台ですね、能舞台周りで、今回そのいつも冬やってた山鳥隊、もう80歳ぐらいの、かかし隊ですね、が頑張って夏雪鳥を弾くということをやってます。あと桐山は日本の現代美術の一つの中心であるバンクアートが頑張って入る。で、あとはもともとあった家を後ほどお話しますが、DIY で作っていくと。これが今回かなり大きな活動になるかもしれません。田之倉もそうですね。で、日比野勝彦さんが座見平を変わらずやると、松台です。で、あと松の山に関してはボルタンスキーが新作を、展開します。オーストラリアは、アーティストが、かわいいロボットの作品で登場する。で、フランスの、アンジェリカが大東さんのお寺でやる。あと雪、新潟の、現代美術の頑張ってるグループですが、これが、やります。あと、キョロロも、今まで通りの展開する。津なんですが、来れるかどうかちょっと微妙になってますが、台湾の毎回頑張っている林春論、それで、津南の中東高校がかなり頑張っていまして、いろんな形で、加わってきますが、そこに農機具を使った楽器をやりますが、この岡さんっていう人はジャズメンでもありまして、農機具を使った楽器を使いながら、使ったりしてジャズのコンサートを何とかやるという形で関わる、結構面白いかもしれません。あと苗場酒造さんでこういった、非常に楽しいデリケートな作品が展開される。で、香港は厳しい状態にありますが、香港の文化行政府の文化部が香港発は相変わらずちゃんとやっていこうというふうな形で工房を香港でやりながら、それを選ばれて展示をする。で、あとは三河の、土石流のモニュメントはやっぱりもう大人気なんで、やっぱりお見せしようということです。あとその他オンデコ座とか、これは台湾のグループですが、この地区全部の子どもたちが、小学校が参加して、動画を作ると、皆さんが絵を描くということが行われます。こんな感じになるわけですね。はい、あとはもうすでに流してますが、越後つまり24世紀っていうのが行われる。これは今回シンポジウムを行われますが、今世界で、映像民族学っていう新しいジャンルが元気になってきました。これについてのシンポジウムが行われるという予定です。これもつまりでかなり世界に先駆けてかなりやっていくことになると思います。その他、松の山の植物についての放映も今行われています。で、今回力を入れていくのは、それぞれの施設が地域の、かなり展望になる。で、それはそこで働く人が多くなるっていうふうなことも一つですが、
まあ、こういった形で力を入れる方、力を入れていく方法が出てきました。Do it yourself で頑張って、こちらに住む人たちを地元民、それで建築その他のプロ、そういった人たちが関わってやっていく、これが今後増えていくだろうというふうに思います。でもちろんアジアとの関係で3つの、国の、ハウスがありますが、アジアのシンポジウムその他が行われていきます。で今回、今年は特にアジアの芸術祭はほとんど壊滅状態です。でこれつまりは頑張って、そこのハブになっていくという形で期待されていますね。であとはそういういろんな地域、外国も含めて地域づくりをやりたいという人たちがずっとこの間月2回の現地活動で隔月の勉強会っていうのを皆さん 有料で参加しているというのがあります。そういう活動の一環ですね。つまりが、まあ、具体的な場であり、いろいろこういった、地球環境が変わる中で世界のもう一度地域っていうのを大切にする活動の起点になるように動いていってるというふうなことがあります。で職は相変わらず頑張っていくというふうなことですね。で、イートアンダート太郎さん、米沢さんとかがあって、この間はそのつまりのこういった加工食品ですね、それが年末販売されて一瞬で売れた、こういったこと、つまり地場でやっていけて、全国になるような食の開発っていうのを力を入れていこうというふうに思っています。まあ、これから今度はそのオフィシャルツアーとか周遊バスっていうのはどういうふうにできるかという検討ですね。でこれは様子を見ながら進めていくと思ってますが、今のところは2コースで進めていきたいと思います。であとグッズですね、先ほど良心計画さんのお話も、ありましたが、いろんな形でやっぱりこういった状況でもかなり、ちゃんといろんな意味で展開できるようなものに力を入れていこうと思ってます。まあ、言ってみれば、まあ、今回のは作品を通して施設場所の魅力を発信する、であと充電なコロナ対策をちゃんとやると。で今のところとにかく食イベントツアーなども含めフルスペックで頑張っていこうというふうに思ってますが、まだ状況は予断を許せません。そういう場合でも作品は見ることができる、それだけはちゃんとやっていけるようにしていきたいというふうに思ってます。まあ、自分でやって関わっている活動ですが、今回のつまりの作品は相当面白いですね。でそんな意味でこの間この作家は来れないことが多いですが、ほぼ連日本当に一日何本もオンラインでアーティストたちと打ち合わせをしているという状態で、作品の内容は先ほど一部でカバコフさんの話で皆さんお別れのように相当強力に丁寧な、とにかくつまりではやっぱりすごい、やっぱり美術の力は本当にあるなと、で地元の人がやっぱりかなり関わっているなというふうな形で、何かやっぱり地域の持っている力っていうのはこういう時でも強いというふうなことをちゃんとお見せできるように分かってもらうようにやっていきたいと思っています。以上です。では次どうぞ。はい、じゃあ引き続きまして事務局樋口の方から、少しご案内の方させていただきたいと思います。まず3つほど連絡事項ございます。まずはコロナ禍での開催方針、そして具体的なコロナの対策案を一部ご紹介いたします。それとパスポートのご案内、こちらについて、少しお話しさせていただきたいと思います。まずコロナ禍での開催方針なんですけれども、越後つまりはコロナ禍においても感染予防拡大対策を講じて第一の芸術祭を開催し、来訪する人々を心よくお迎えいたします。また同様の対策をもって作家の作品制作活動およびサポーター、
こういった方たちの、まあ、共同による開催を目指します。まあ、ただし移動の制限など国県の、まあ、そういった宣言に即して実施の方はまたいたしの、いたしたいと思っております。で、開催にあたっては電子パスポートの導入、作品鑑賞を通信中心とした運営、二次交通での工夫など、いわゆる3密の回避、それから非接触など、コロナ感染予防対策に万全を期していきたいと思っております。そして動画の記録配信など、アートを通じた地域づくりの様子を発信いたします。こうしたことを通じまして、現地にいらっしゃることができない越後妻有のファンの皆様にも魅力が伝わるためのコンテンツの方を充実していきたいと考えております。それと具体的なコロナ対策の一部なんですけれども、まずこちらまだ仮称なんですが、スタートゲートというものを新たに設置をいたします。こちらは第一の芸術祭目的として、越後妻有を訪れたお客様がまず最初に訪れる場所を作りまして、そこで検温ですとか、あとは体調の確認を行っていただきます。で、そこでリストバンドをつけていただいて、まあ、これは地域の皆様にとってもその安全安心を確認できる目的と、することを我々考えてますので、まずこちらをつけていただくということを考えております。そして電子パスポートの導入を今回初めてやりたいと思ってます。で、こちらはアソビュー株式会社様、フラー株式会社様、そして私ども第一の芸術祭実行委員会のこの3社が共同体を組んで、ただいま開発を行っております。で、こちらは新潟県のアフターコロナの見据えたイノベーション創出支援事業という、まあ、県の事業から支援の方をいただいて、ただいまアプリの方を作っている最中でございます。で、こちらポイントといたしましては、一つはまずそのコロナ禍における感染症対策、これがまあ一番大きなものになると思います。それと越後妻有の魅力を発信するということ、それから来訪者、地域の方々、スタッフの使いやすさを、こう求めたアプリにしていきたいと考えております。で、機能といたしましては、まず基本情報ですね、この第一の芸術祭の基本情報に加えまして、プッシュ通知によるリアルタイム配信、例えば、作品が急遽公開中止になったりです、あとはその時間の変更等があったときにリアルタイムで、そのアプリを通じてお客様に、まあ、通知が来るというようなことを考えております。そして感染症対策といたしましては、ココアへの誘導、それとあと新潟県が行っております、まあ、その感染症対策のアプリ、そういったものの導入をまず、ここのところで、しっかりと皆様にこう訴えていくということがありますし、あとはその巡り方のルールの掲載、例えば作品で、混んでる場所、どこが混んでる場所だとかいうことも、ここのところで配信ができればなというふうに考えております。そしてマップについては、ナビアプリと連動いたしますし、今言ったようなその混雑回避の表示、そういったものもできればというふうに思っております。そしてもう一つが、作品のパスポート、まあ、今まで紙で、皆さんスタンプラリーをしていただいたんですけれども、それをこの電子パスポートの中で、同じようなそのスタンプラリーの仕組みを今作るということで、もうある程度のところまで出来上がってますので、またそこら辺どのような仕掛けになるかっていうのは、また皆様楽しみにしていただければというふうに思っております。で、パスポートなんですけれども、こちらのアプリと、まあ、当然スマートフォンとお持ちじゃない方のために紙のパスポートも一部用意する予定でございますが、こちら前売りと当日それぞれ一般の方は3,000円が前売り券で買っていただけますし、当日は3,500円と、それから高校専門学校大学生の方は前売りだと2,500円で、当日は3,000円で、中学生以下は無料というような形で、またパスポートを買っていただいて、越後妻有をぜひ楽しんでいただければと思っております。で、こちら前売り券なんですけれども、本日より発売の方いたします。芸術祭の公式ホームページ、それからオンライン販売、あとは芸術祭の関連施設で、前売り引き換え券の方を順次発売の方していきます。どこで引き換えができるかっていうのを、またホームページで随時お知らせの方をしていきたいと思っております。事務局からは以上です。北川総合ディレクター樋口事務局長、ありがとうございました。ここで質疑応答の時間を設けます。オンライン閲覧の皆さんはコメント欄より、会場の皆さんは挙手にて聞こえる声でご質問をお願いいたします。
どん、はい、そうしましたら事務局より YouTube ライブ配信にてコメントを頂戴していますので紹介させていただきます。トリエンナーレ第8回なんですね。とても楽しみですということで、楽しみにしているお声を頂戴しております。ご紹介は以上になります。その他会場内にいらっしゃる方ご質問ないでしょうか。はい、今我々で準備しているのはまずは芸術祭を楽しんでいただくアプリがあって、その中に電子パスポート機能がついているというようなものになります。ですのでダウンロードは無料でしていただいて、で実際にそのパスポートを電子パスポートとして使うときには、先ほどお話をしたスタートゲート、そちらの方でお金を払っていただいて、でその時にそのアプリの電子パスポート部分の、まあ、機能を解除するというような仕組みになっているんですけれども、まずはそこでダウンロードしていただいた後お金を払っていただいて、でその時にスタッフが電子パスポート機能を有効にするというようなちょっと手段を考えております。ではスタートゲートを通らずに、その全てオンライン上でそのパスポート、電子パスポートを手に入れるということはできない。はい、先ほどお話しさせていただいたように、スタートゲートはアプリ の, その配信だけじゃなくて、まず感染症対策、そういったところも兼ねているので、基本的にはそこのところでまず寄っていただいて、お金を払っていただいて、アプリの、まあ、パスポート部分有効化ということで我々は考えております。なのでまずはスタートゲートに必ず寄っていただきたいとい う, ふうに思っています。じゃあそのスタートゲートに寄った上で、その現金払いではなく、その電子決済ということが可能になるの。そうですね、そこのところも電子決済で、決済ということも可能になります。はい、アプリ今開発中ですので、ダウンロードしていただいたときに、もう芸術祭の会期が始まった後に、まあ、初めてそのパスポートを手に有効になるというような形なので、まあ、引換券は買っていただいて、それをスタートゲートで提示していただければ、そこでそれで引き換えに有効化ということは可能ですので、前売り券を買っておいてスタートゲートを通るときに、それによって電子パスポートを有効化ということができるということですか。はい、その通りです。はい、ちょっとまだ今大体のところまでできてるんですが、まだ細かいところとかいろいろ調整しなきゃいけないので、多分ギリギリぐらいになるかなと思ってます。はい、ありがとうございます。その他、はい、すいません、私の方から答えさせていただきます。現時点での情報になるんですけれども、新作が約100点ほどになりまして、旧作の約200点と合わせて合計約300点が、予定しております。はい、失礼しました。今ですね、すいません、ちょっと資料で記載があるかと思うんですけど、約 28の国と地域の方々が今回新作で参加されます。今日発表してない場所が10ぐらい増えますね。
それとあと、ユニットで3表す、あ、ごめんなさい、10ぐらい増えるかと思いますね。それとあと 作家の名前で出すとも一挙に増えると思いますが、今のところ作品の数で出しているのが新作で100ぐらいというふうなことです。すいません、まずちょっとか動いてるのでちょっと反応してないで、はい。はい、清津峡渓谷トンネルにつきましては先日記者会見でも発表させていただいたように完全予約制を行います。なので、そこでもう事前にもうウェブもしくはチケットを買っていただいてそこで全部時間指定で見ていただくので前回のようにもう大渋滞になってっていうことは基本的にはあまり起こらないかなっていうふうに思っておりますし、その他やはりその3密対策っていうことがあるので、キナーレ、能舞台そういった拠点施設で、多くのお客様が来るところが、まあ、想定できるところにつきましてはやはりはその入場制限というものもかけながら、あまり多くの方が一堂にそこに入らないような対策ということを我々は考えております。で今ほどお話しありましたようにその清津峡がかなりそのボトルネックになって皆さん結構動けなかったというところがありますのでそういった先ほどの話のアプリも使いながらさまざまなその作品のところに広く交渉会をして動いていただけるような仕組みをまたいろいろ考えていきたいと思っています。キナーレにスタートゲートを置くとしたら、まあ、そこにその到達しないで見てということもやろうと思えば可能かなと思うんですけども、どのようにその紙のチケットの方をコントロールするかというところと、またその一箇所、本当に一箇所なのか、例えば複数寄りやすいところに寄ってくださいというようなものなのか、この辺はもし決まっていればお伺いします。はい、具体的にどこに置くっていうのはまだ完全に詰め切れてはいないんですが今考えているのは、十日町、まあ、あとは津南町そこに入ってくる、まあ、幹線沿いですねそこのところにできれば一つずつは置きたいなというふうに思ってます。当然キナーレとか能舞台だとかそういった拠点施設は、まあ、当然なんですけれどもその他でも先ほど言ったようなその道のところにも置いて、まあ必ずそこを通ってくださいというようなアナウンスと一緒に、まあ、そこのところを通ってまずいろんなことを、情報収集とあとはその感染症対策のところをやってくださいというアナウンスをこれからまたしていきたいと思いますしまたメディアの皆様もそういったお話をこうやって広めていただければなというふうに思っています。そうですね、数はできれば、まあ、当然そのスタッフの数とかあとその場所にもよると思うんですけどもまあまあ最低でも本当に 10くらいはやはりかなりちょっと細かく置かないと先ほど金沢さんからの質問にもありましたように一箇所しか寄らないお客様とかそういった方もいらっしゃると思うので、まあ、できるだけ数はちょっと置きたいなと思ってます。そうですね、はい、そういうことを考えてます。そうしましたら YouTube の配信の方での質問をお願いいたします。
はい、それでは YouTube ライブ配信にて頂戴している質問をいくつか、お答えの方をお願いしたいと思います。まず一つですけれども、以前から興味があったのですが、今回もボランティアは募集されますかとのことです。はい、ボランティア本当にかなり数が厳しいので、本当に多くの方から助けていただければと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、もう一つ質問をお頂戴しています。前回は日帰りバスツアーに2回ほど参加させていただいて会場を巡らせてもらいましたが、今回もバスツアーは用意されているのでしょうか。はい、バスツアーにつきましても、前回もやりましたそのオフィシャルツアーを予定しておりますし、その他駅発着のツアー等もいくつかまた考えてますので、ぜひ越後妻に来ていただければそのツアーで回るということも可能ということで、ぜひおいでいただければと思っております。それではお時間の関係上、ご質問はここまでとさせていただき、質疑応答を終了いたします。皆様本日はありがとうございました。すみません、あと先ほどお答えした、国と地域の数なんですけれども、ちょっと訂正がございまして、28ではなく38の国と地域から、278組が今時点での参加数となります。大変失礼いたしました。皆様本日はありがとうございました。ぜひ夏は現地に足を運んでいただき、越後妻有を巡る旅をお楽しみください。またサポーターも新しい展開を迎えます。この後第3部から同チャンネルにてサポーターキックオフ会が開催されますので、こちらもぜひご覧ください。それでは第2部は桑原副実行委員長の挨拶で締めさせていただきたいと思います。桑原副実行委員長、よろしくお願いいたします。はい、津南町長の桑原遥と言います。雪解け水が輝きを増してきた今日この頃、この越後妻有です。今日の企画発表会いかがでしたでしょうか。令和に入り初めてとなります大地の芸術祭が、北川フラムさんはじめ皆様のお力で着々と準備が進められております。これまで大地の芸術祭が積み上げてきた歴史と実績は、ここに生きる私たち自らの発見と驚きの連続でありました。令和の時代にあっても、そしてコロナの時代にあっても、この文化を受け継ぎ発展させていくことこそが、ここ越後妻有に生きる私たちの希望、そして世界の人々の希望になるものと信じてやみません。コロナ禍で困難もありましょうが、私たちはこの困難こそ新しい世界への道を切り開き、その先のまだ見ぬ世界を見ることになるものと思っています。きっと後から、全国から世界から、この大地の芸術祭の頃から良くなったんそ、そうやんそうと言われるようになるよう願いまして、本日結びのご挨拶とさせていただきます。ご参加ありがとうございました。桑原副実行委員長、ありがとうございました。これにて大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ2021企画発表会第2部を終了いたします。